はい、撮ります。はい、チーズ。はい、もう一回撮ります。くれてありがとうございました。中学3年生の14歳の三羽こと荒島です。今まで2年間ステーションやってきて、辛いこと楽しいことたくさんあったけど、ファンの皆さんやメンバーとのたくさん思い出ができてよかったです。高校が厳しくて、両立が難しいのでステーションを卒業しますが、これからもステーションを応援よろしくお願いします。そして私のこと忘れないでください。お願いします。ありがとうございました。
こんにちは、ステーションの、中学校1年生14歳長谷川花音です。と今日で、私はステーション卒業してしまいましたが、約2年間の間に、たくさん、私がこのアイドルをやってなかったらできなかった経験など、そしてメンバーとのなんか別れとか、いろいろ新たな出会いとか、まあ、楽しかったこととか辛いこととか本当にいろいろあって、なんかまとめきれないんですけど、本当に、ステーションでいろいろ楽しかったです。ありがとうございました。鉄道アイドルユニットステーションのアニャこと湊尾妃です。こんにちは卒業ライブ見に来てくださった方ありがとうございます。今日お仕事とかで忙しくて来れなかったよって方も、今まで1年と約 2,3 ヶ月ぐらいだったんですけど、皆さん本当に応援してくださったり会いに来てくださったり、たくさん愛をくれてありがとうございます姉も皆さんのこと大好きです。芸能界はやめないので、芸能はやめないので、またアニャのことを見つけてくださったら嬉しいです。お仕事と、あと受験生なので、お受験頑張ります。皆さんよろしくお願いします。またどこかで会いましょう。ありがとうございました。